皆さんこんばんは。アキラの世界を元気にするスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、自分を幸せにする場所や人を探す簡単な方法ということでお話ししたいと思います。この動画を見ていただくとですね、なんか皆さんね、自分のなんか人生違うな、なんか違うなと思ってる人っていると思うんですよ。そういう何が違うんだろうっていうね、理由が分かったりしますので、ぜひ最後まで見ていただき、そういうことに興味があればチャンネル登録もお願いいたします。さあ、まあ世の中にはですね、なんか俺頑張ってんのに幸せに感じないなとか、なんでこう自分の思う結果がね、こんなに頑張ってんのに出てこないんだろうって思ってる人っていっぱいいると思うんですよ。でもそういう人って頑張って頑張ってってやるんだけども、なんかそれがまた空回りしてですね、自分の思う結果が出てこない、または自分の思う通りの流れが出てこないということってあると思うんですね。でこういうふうにですね、自分がすごく努力して頑張ってんのに結果が出てこないとどうなるかっていうと、大体の方はですね、自分を責め始めてしまうわけなんですね。でどういうふうにかっていうと、いやなんか俺努力が足りないのかなとか、またはやっぱり自分には実力がないんだなとか、それとかね、周りにいる人がすごかったりすると、その人と比べてはいいなとか妬んでしまったりとかっていうね、あんまり良くないエネルギーがどん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 生まれてきてくるわけですよ。で、やっぱりこういうですね、自分が幸せに感じない場所っていうのはですね、理由がまあいろいろあるわけなんですけども、その中で一番大きな理由になり得るということがありまして、それがですね、自分がですよ、自分に合った場所にいないっていうことなんですね。もう簡単なことなんだけども、意外とこれはね、みんな見落としがちなんですよね。ね、でそれはね、どういうかっていうと、なんかこう自分っていうのはこう、どこに行けばいいんだろうって考えたときに、もちろんね、興味のあるところに行ったり、好きな人のところに行ったりするんでしょうけども、そこでですね、いや、なんかこんな成功してる人が集まってるところだからとか、ここにいるとなんかすごいって言われるからいるとか、こんなすごい人がいるからここに行きますとか、有名な人がいるからここに行きますっていうことで動いたりする人って多いじゃないですか。でもね、やっぱりね、そういうところに行って、ここにいいって言うと思ったりするんだけども、ずーっといたりするとね、あれなんか違うなと思ったりするんですよね。そういう時っていうのはね、自分で気づかないうちに、あれなんかおかしいな、でも幸せに感じないな、なんでなの、なんでなんだろうって思ったりするわけなんですよね。はい。でもこういうふうにですね、人っていうのは反対に言うとね、自分に合った場所とか人に会うとですね、自分の良さが最大限生かされてくるわけですよ。そうすると自分はすごく幸せに感じたり、またはちょっとしたことで、本当自分らしくいることで成果がどん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 出てきて、周りの人にも認められたらいいねって言っていう風に進んでいったりするわけなんですね。だからこういう自分がもし今幸せでないなとか、なんか結果がうまく出ないなって言って、っていう時はですね、そういうのを自分のいる場所とか人が間違ってんじゃないか、ちょっと違うんじゃないかって思い始めた方が正しいということなんですね。はい。ということでですね、今日は自分に合った場所や人を探す3つの方法ということでご紹介していきたいなと思います。はい。まず一つ目はですね、嫌なものは手放すってことですね。まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、こういうふうにですね、自分がなんか、こう、ね、こう、やっぱりその人その人の会社なり、趣味であり、友達であり、グループみたいなのに、こう、自分が所属することって多いと思うんですよ。で、そこにいてですね、なんか違和感を感じて、なんか違うな、なんか、ここのみんなが盛り上がってることに自分が盛り上がれないとかね、みんなの幸せと自分の幸せなんかちょっと違うと思うとかあるじゃないですか。またはなんでか知らないけど、ここにいる人好きになれませんとかね、人と会わないっていうことあるじゃないですか。これは結局ですね、自分がいる場所が違うのよ、そこじゃっていう風な感じで知らせてくれてるっていうことなんですね。はい。まあ、頭で考えるとね、さっきも言ったみたいに、いや、なんかこのグループすごいからとか、ここにいる人すごい人たちが多いからっていう風なことで言っちゃうとですね、なんかこう自分もなんかそこの影響を受けて良くなるんじゃないかとか、なんか引っ張ってもらえるんじゃないかとか、そういうね、思いって出て
来るかもしれないですけども、でもやっぱりそういうものってね、違うものなんですよね。やっぱり自分の中で、あれなんか違うなと思うっていう時は、やっぱりそこの場所は違うんですよっていうことなんです。はい。まあそういうことはですね、魂があんたそこ、ここに行っちゃいけないよ、ここは違うんだからね、って教えてるっていうことなんですね。はい。まあこういうふうに感じた時は、じゃあどうすればいいかっていうと、やっぱりそこをですね、手放す、さよならってすることが一番のわけです。はい。まあ、でもね、なんかいきなりこう人との関わりとかで、私やめますとかってできればいいけど、できない人もいるじゃないですか。そういう時は少しずつ少しずつね、距離を置きながら、次のステップに進もうっていう動きをちゃんと取っていくっていうことなんですね。まあ、こういうふうにですね、なんか、ここのグループすごいとか、ここに人がたくさん、いい、すごい人が集まってるってなると、どうしてもそこにいたらなんか、いい結果が出るんじゃないか、いい影響もらえるんじゃないかって思いがちですけども、そういうふうに固執してしまうと、何もいいことないんですね。やっぱりこの胸のところ、自分のね、魂のところがですね、いやなんかここ楽しくないで、違うやろっていう声にですね、ちゃんと反応して動いてあげないっていうことですね。はい。そして二つ目はですね、とにかく探し続けるっていうことです。このようにですね、あ、ここ違うなっていうことを手放すとですね、今度はもうとにかく探し続けるしかないんですよ。自分に合う場所っていうのはね、実はそんな簡単には見つからないんですよね。はい。ですからどうすればいいかっていうと、もう探し続けるしかないんです。これかな？これかな？あ、これも違った。手放して。これ、あ、違うじゃん。これかな？っていう感じでやっていくと、いつか見つかるものなんですね。はい。こういうふうにですね、よし、探してやろう。自分に合う場所とかって言って、探し続けると、やっぱり守護霊さんとかがわーってすごい、助け舟を出して、これとかどうみたいな感じで出してくれたりするわけなんですね。はい。まあ、そういうとき、このようにですね、探し続けながら、まあ、それにまた固執するのではなくってね、まあ、柔軟な気持ちを持って、あ、これなんかどうだろう、これなんかどうだろうっていう感じで、こう、柔軟な気持ちを持ちながらですね、そしてこう、自分の今までと違う、ね、なんか今までこういうグループにいつもいて楽しかったけども、ちょっと新しいものが出てきたらなんかこう、え、今までと違うし、ここは僕の行くとこなのと思ったりするかもしれないけども、やっぱりこう来るものっていうのはやっぱり意味があったりするわけなんですね。だからそういうところは、あ、じゃあちょっとこう味見してみようみたいな感じで行くっていうことで、どんどんこう自分の、行くべき道が見えてくるっていうことなのでですね。はい、そういう新しいことも受け入れながら、どんどん探し続けていただきたいなと思います。そして三つ目はですね、最後はやっぱり直感で判断してくださいということなんですね。こういうふうにですね、自分に合った場所がないかな、自分に合ってる人がいないかなってこう探し続けるじゃないですか。そうすると、あれ？これなんか気持ちいいじゃんと。あ、ここの人なんかいい感じ。自分も気持ちいいし、周りの人もいい感じのエネルギー持ってるとかいう時ってあるんですよね。こういうところがすごく大切なところなわけなんですよ。で、こういうところに行って自分らしく振る舞うことで、周りの人も受け入れてくれたり、そこにどんどん自分らしさが出て、成果が出てくるっていうことが起こるっていうことなんですね。はい。で、あれこれかなと思った時にやっていただきたいのは、やっぱり、あのね、この直感、ミラクルの中にも書かれてますけども、自分の魂、直感から来る、まあ、メッセージですね。この直感を使って、確認するっていうことが大切になってくるわけです。だから、あ、ここ、あれ、いいかも、ここいいのかなと思ったら、ちゃんと自分の魂に、ここ自分にとってどうなのかなって聞くっていうことが大切なわけなんですね。で、そうすると、あれ、なんか違うなとか、なんかもやもやするなとか、どうなんだろうとかと思ったりするときって結構ね、こう考え時とか、ちょっと違うのかなっていう感じになるわけです。そうすると、まあ他のところも探し続けるっていうことをやるっていうようなことが大切になってくるわけなんですね。反対に、あれ、ここいいじゃん、どうなのって直感に聞いてですね、魂に聞いて、なんかこう、あ、いい感じがする、スッとするな、とかっていう時はですね、とりあえずそこを楽しんでみるっていうことなんですね。でね、まあそういうことで、こう、どんどんこう探し続けていくことでですね、自分の居場所が見つかる。そして自分に合った場所が見つかるとですね、本当にいい人間関係とか、自分のこう、やってることの成果が出てきたり、まあ、お互いにすごくいい刺激を与え合ったりするっていう間柄ができてくるっていうことなんですね。はい。ぜひ、この3つの方法を、使って探していただきたいと思います。そしてですね、この自分を幸せにする場所っていうのは、まあ、先ほどもね、固執しないでくださいって言ってましたけれども、結構ね、
何年か経ったりしたら変わったりするものなんです。なんかね、自分がすごく仲良くやってきたとか、ここには歴史があって、僕たちの間には歴史があるとかと思うと、もうちょっと違うかな、楽しくない、やめようかなと思っても、やめられない人って結構いるでしょう。でもね、やっぱりね、人間っていうのはどんどんステップが変わっていったり、必要なものが変わってくるわけですよ。ね、だから、そういう風にですね、うわ、なんか違うな、ここいても楽しくない、なんか最近人間関係面白くない、って、それもやめなさい、って言われてるのに、どんどん自分を苦しめてるのに、そこに、居座ってしまう人っているわけなんですね。はい。ですから、まあ、こういうふうにですね、こう、手放す。そして、次、何が来るんだろうって楽しみにしながらね、まだね、こう探し続ける。もう、この繰り返しが、人生にとってはめちゃくちゃ大切になってくることなんですね。そうすることで、自分の幸せとか、こう、成果とか、自分に合う人がどんどん出てきて、その時を楽しむということができますので、ぜひ、皆さんに試していただきたいなと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録していただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして、無料のメルマガ、5日間でオーラを見る方法っていうね、メルマガを書いてますので、よかったらそちらの登録、概要欄に書いてますので、してくださいね。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ラブ注入届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。